ダナヤ992便墜落事故は2012年6月3日にナイジェリアのラゴスで発生した航空事故である。ナムディアジキウェ国際空港発ムルタラモハンマド国際空港行きだったダナヤ992便が飛行中エンジントラブルに見舞われた。加えてパイロットが手順を誤ったため機体はムルタラモハンマド国際空港手前の住宅地に墜落した。 機体は地上の建物等に衝突し、乗員乗客153人全員と地上の6人の合計159人が死亡した。この事故はマクドネルダグラス MD-83 において最悪の事故である。2009年にムルタラモハンマド国際空港で撮影された事故機事故機のマクドネルダグラス MD-83 は、 2機のプラットホイット 2JT8D-219 を搭載しており、1990年に製造された。同年、アラスカ航空に納入され、2009年2月にダナヤへ売却された。また、事故機の総飛行時間は6800時間を超えていた。第1エンジンの総飛行時間は55,300時間、第2エンジンは26,000時間を超えており、 最終メンテナンスは事故の2日前に行われていた。ナイジェリアの事故調査局の発表によると992便にはナイジェリア国籍以外の人々が17人、登場していた。内訳は中国人6人、アメリカ人3人、インド人2人、インドネシア人、レワノン人、ドイツ人、フランス人、カナダ人、ベナン人がそれぞれ1人だった。 ナイジェリアの報道機関は、結婚したカップルが犠牲者の中にいたと新たに報じた。また地元メディアによると、犠牲者には3人の陸軍将軍を含む複数人の軍人が含まれていた。機長は55歳のアメリカ人男性だった。総飛行時間は18,116時間で、MD-83 では7,466時間の飛行経験があった。 2012年3月14日、ダナヤに雇用され、同年4月26日にシミュレーターを含む訓練を終了した。その後、訓練教官の監督下で実機での飛行訓練を開始した。機長は、エアバス A320、マクドネルダグラス DC-9、フォッカー界 -27、サーブ340での操縦資格があった。 ナイジェリアの事故調査局が入手した文書によると、機長は2009年にハードランディングをしたにもかかわらず、飛行日誌に記録しなかったなどの罪に問われ、連邦航空局によって飛行停止処分を下されていた。ナイジェリアの航空当局が再発行した機長の飛行証明書には、NCWA のスタンプは押されていたが、署名はされていなかった。また、調査局は、機長がコックピット リソースマネジメントの訓練を受けたという文書がないと報告した。副操縦士は34歳のインド人男性だった。総飛行時間は1143時間で MD-83 では808時間の飛行経験があった。副操縦士は2011年1月にパイロットとして雇用される以前にダナヤの機内サービスの責任者として働いていた。 922便は現地時間14時58分にアブジャを離陸し、高度2万6000フィートまでの上昇を許可された。この時点では機体に異常は見られなかった。離陸から17分後、パイロットは左エンジンの異常に気づき、機長は管制官に空港へ引き返したいと伝えた。副操縦士は問題を分析するため、エンジニアへ連絡することを提案した。 しかし、機長は自身で解決できると判断し、エンジニアの助けは必要ないと言った。機長は、副操縦士に、地上職員が後部ドア付近のパネルを交換したか聞き、それに問題があったと発言した。パイロットは直面している問題について、話し合いを続けたが、空港へ引き返すことは、結局せず、992便は、目的地のラゴスへ向けて、飛行を続けた。 しかし、飛行中に左右のエンジンのエンジン圧力比に誤差が生じ始めた。パイロットは左エンジンのスロットルレバーを操作したが反応がなく、左エンジンが故障したと判断した。992便はラゴスへの降下を開始したが、クイックリファレンスハンドブックの手順が実行されることはなかった。機長は副操縦士に降下率を上げるよう指示したが、副操縦士は 飛行距離を伸ばすため徐々に降下した方が良いと言い、これを断った。992便は当初、滑走路18リットルへの侵入を許可されていたが、パイロットは滑走路 18R への侵入を要求し、管制官に許可された。現地時間15時31分、パイロットは両エンジンが反応しないことを認識し、機長が操縦を変わった。しかし、 パイロットは管制官には報告しなかった。両エンジンが故障したため、除光率装置やエンジンの再点化装置などが動作しなったが、機長は冷静であった。15時35分、機長は NCWA によって、今回の問題が調査されるだろうと発言した。管制官は992便に対して、機首法やベクトルを指示した。この時、パイロットは、 自身の状況について心配しているようだった。また、パイロットは着陸前のチェックリストを実行し、エアブレーキや高揚力装置が展開された。このため、機体に生じる効力が増加し、最終進入を継続するにはさらに推力が必要になった。副操縦士は機長に両エンジンが作動しているか聞いた。エンジンはどちらもスロットルレバーに反応せず、 十分な推力も得られなかった。飛行中に QRH や緊急時に対するチェックリストが実行された様子はなかった。15時41分、992便が空港の 20km 手前を飛行中にパイロットは緊急事態を宣言した。機長は両エンジンが故障、スロットルに反応しないと繰り返し管制官に行った。 パイロットはフラップを28度まで展開した。まだこの時点では機体は制御されており、パイロットは乗客に着陸に備えるよう指示した。数分後、警報装置が高度の警告を発した。フラップがさらに出され、着陸装置も展開された。機長は機体を失速させないようにしなければいけないと言った。その後十五秒間、機長はエンジンの再始動や、 水力の回復を試みた。パイロットは前方の建物などを回避するため、スタビライザートリム。992便は、ムルタラモハンマド国際空港の北9 3トルに位置する移住医者が地区に墜落した。機体は、木々や建物に衝突し、火災が発生した。衝突した建物のうちの一つに、可燃性液体が貯蔵されていたため、火災は悪化した。 ナイジェリアの地元市であるザサンによると数千人のラゴス居住者が墜落現場に駆けつけたため現場は混沌としていた群衆はホースを現場に持ち込もうとしたが兵士たちは警棒などで群衆を分散させたそれに対して群衆は兵士に石を投げつけた市の消防車が不足していたため消火用の水が数時間にわたり不足しており群衆は プラスチック製のバケツに水を入れて現場まで運んだ。また、消防車は現場付近の道路が狭かったため、到着は困難を極めた。事故現場への到着は困難だった。当初は火災と群衆によって制限され、その後は大雨と強風によって妨げられた。また、衝突された3階建ての建物が倒壊する可能性が懸念された。政府によって、 事故調査委員会が設置された。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは現場から回収された。事故機はアメリカ製だったため国家運輸安全委員会はオブザーバーという立場になった。事故後に発生した火災により FDR と CVR は大きな損傷を受けていた。そのため FDR からはデータの取り出しが行えなかったが、 CVR からは31分間のデータを取り出すことに成功した。着陸装置とフラップが展開された後、機長は両エンジンの警告灯が作動したこととエンジンが故障したことを報告していた。2014年6月3日、ナイジェリアの事故調査局は2回目の中間報告を行った。 報告ではエンジンの調査が行われており、特に燃料システムについての調査が進行中であることが述べられた。また、調査が行われている最中の2013年10月6日に発生した同景気でのトラブルについても触れた。この2回目のトラブルを受けてアイブはダナヤの安全管理体制を検査及び監視が行われた。 ラゴス州立大学のジョン・オバフンは教授により検視が行われた。アイブはすべての犠牲者の身元確認を行うことはできていないと述べ、少なくとも3人の身元が不明のままだった。アイブは両エンジンの燃料供給装置の調査を行った。すると、第5フィッティングに取り付けられた燃料パイプがどちらも破損していたことが判明した。これにより燃料漏れが発生し、 パイロットがスロットルを操作してもエンジンは反応しなかった。2017年3月13日、ナイジェリアのアイブは210ページに及ぶ最終報告書を公開した。アイブは以下のことが墜落原因であると結論付けた。ナイジェリアのグッドラックジョナサン大統領は、この事故はバウチ州で発生した爆テロにより多くの罪のない人々が犠牲になり、 悲悲観にに、に暮れていた日さら国民を悲しませた、と述べた。ま、た、ま大統領は、ナイジェリアの航空業界の安全性を高めるため、可能な限りの努力をすると発言した。ダナヤは24時間利用可能なホットラインを設置し、ウェブサイトにて追悼の意を述べた。ナイジェリア政府は、ダナヤの運航証明書を取り消し、MD-83 の飛行も禁止した。また、 国内に存在するすべての航空会社を監査するため、技術委員会と管理委員会を設置した。この監査により、他の航空会社の機体も多くが設置され、飛行証明を取り消された。2012年9月5日、ダナヤの運航証明書取り消しが解除された。ありがとうございます。